はーい。お迎えみなこでーす。うーんわ。今日はね、8月の23日で、まさかの台風が接近しております。まあ最近ほんとでかい台風があったので、最近じゃないか、1年前か。怖いっちゃ怖いけど、もうまあ、みんなが沖縄住んでた時にね、一回体験したでっけえ台風があったんだけど、それよりかは全然ちっちゃいと思うし。ということで、島で台風を体験してみるって感じっすね、今日。まあ、とにかく雨と風が強い。でも島はもう台風対策でちゃんと閉じまりっていうのかな、対策が施され始めています。ここももうすぐ雨戸を閉めます。真っ暗。あと今日は、お友達の家でもんじゃパーティーをします。台風の時みんな集まってね、その台風の夜を飲み明かしたりするらしいんだよね。みなこも前沖縄住んでた時、結構前だよ、10代の頃か、10代後半の時に住んでた時にね、やっぱりみんなで集まってたよね。一応25日まで不安な気持ちもあるけれども、もんじゃが楽しいっていうか、ちゃんとメイクしろよって感じだよね。台風なのにメイクするとかおかしくない？ということで、今日は台風を体験してみたいと思います。最後まで見てね。風が。なんかね、ごう音とね、風とね、雨が打ちつける音だと。 お昼寝しようとしたらできなかった。1時間くらい前から強くなったよ。でも今日はもんじゃパーティーをするんです。お友達の家で開催される予定でしたが、なんとまあさあの店でやることになりましたよ。楽しみだ。雷鳴り出したよね。お外さっきちょころっと見たらね、ああ、嵐だね、っつって。でも、まあまあ全然そんな強くないから大丈夫でしょう、つって。イェーイ！楽しみ。やばいよね、この年になって。ワクワクしちゃってるよ。さっきからちょこ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 、そわ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 してる。とりあえずもうちょっとしたら用意しよう。さっき買い出しも行ったし、明太チーズもんじゃとツナコーンチーズもんじゃする、あと海鮮もんじゃと、なんかよくわかんないけど。 楽しみじゃねん。です どうなるやら。もんじゃー。もうなくなっちゃった。おはようございます。なんか、昨日、なんだっけ？もんじゃパーティーしたんだけど、そこまで雨も風も強くなかったの。あと、もんじゃパーティー、結局、写真も動画も撮るの忘れてたね。眠いぞ。おはようございます。昨日ね、
台風の過ごし方的な感じで撮ろうとしてたけど、すべてを撮るの忘れてた。もんじゃパーティーは結局マーサーの店でやって、いろんなもうなんか目の前にあったもの全部入れちゃったりしてたりとか。え、何これ、かさぶただったんだけどさ、多分サンゴかなんか裏剣したんだよね、泳いでて。じゃあとりあえず話すこともないから、また何かあったら回そっかな。台風から逃げてきた。いや、もう、どこ行くの？どこ行くんですか？かわいいね。おい。どこ行くの？ちっちゃいおててだね。おらららららどこ、どこ、下行ったの？下行くの？かわいい。おはようございます。今日は25日の朝です。昨日の夜すごいうるさかった。ずーっと雨の音ババババババって、風の音グーンピューンみたいな、ババババババグーンピューンとババババババグーンピューン。でもね、東京でも全然味わえるというか、東京に来る台風の大きさだったよ。でもいいかも、ほんとたまに家の中ずっと出ないっていうのも。まあということで、体験したよっていう YouTube の動画でした。 YouTube の登録、 Twitter、 インスタ、ツイキャス、 TikTok 見てね。バイバイ。いつも思うけど全然あれだね、私締まりがないよね。仕方ない。